どうもひろみです。ひろみずチャンネル、今日も見に来てくれてありがとうございます。この1週間もうずっと雨が続いてますよね。もうさすがに太陽が恋しいです。気温も結構下がっているので、皆さん体調大丈夫でしょうか。気温差が5度ぐらいになってくると自律神経も結構狂うっていうので、なんかね、分かる気がしますよね。ここまでもうずっと晴れがないと、こう気分もちょっとね、重い感じってこうありますよね。これはしょうがないっていうふうに思うようにしてます。もうこれ低気圧のせいだって、寒いしもうしょうがないしょうがないって思うようにしてます。こういう時ってこう沈みがちだったりとか、もしかしたらある人いるかもしれないですけど、これは低気圧のせいです。なのでもう割り切って行きましょう。もうしょうがないしょうがない、雨のせいだって。早く晴れるといいですね。さて、今日はひろみずチャンネルにゲストが来てくれています。もうお気づきの方も多いと思いますが、登場を楽しみにしていてください。まずは映画コーナーからスタートします。それでは今日もひろみずチャンネル、どうぞ最後までゆっくり楽しんでくださいね。はい、ひろみずムービーセレクションのコーナーということで、今日も私のお気に入りの作品を一つ皆さんに紹介させていただきたいと思います。はい、こちら、じゃん、スイミングプール。はい、2003年に公開されたイギリスとフランスの合作映画です。はい、監督はフランソワ・オゾン。有名な作品だと、スイミングプールもそうですが、8人の女たちとか、あと幻とか、はい、有名ですね。ミステリーとかサスペンスを撮るのがとても上手な監督さんです。それではあらすじを紹介していきたいと思います。はい、主人公はこのサラという女性。はい、イギリスに住んでいる、女流作家です。ミステリーとかサスペンスを書くのが得意な、とても人気の作家さんなんですね。でも最近ちょっと書く気がしないっていう感じになっちゃってるんですね。で、ジョンという、出版社の社長さんなんですけど、この人がサラにね、自分の持ってるフランスにある別荘を自由に使っていいから、そこで息抜きでもしてこいと、そしたら何かいいアイデアが浮かぶかもしれないよっていうことで、彼女はイギリスから、フランスの田舎の山中にある別荘へと足を運ぶんです。はい、こんな感じですね。はい、とてもいい空気とゆったりとした時間の流れ、そして物静かなこういう別荘の中でですね、また徐々にこう書きたいという気持ちが湧き上がってくるわけなんですね。やっと創作活動を始めたかなと思ったその矢先ですね、ジュリという、はい、女性が突然家にやってくるんですね。はい、誰もいないと思って勝手に部屋に入ってくるんですね。で、彼女と鉢合わせするわけですね。私はジョンの娘だっていうふうに言ってるんですね。この子がまた結構強烈なキャラクターで、男を連れ込んだりとか、こう真っ裸でプールを泳いでしまったりとか、本当になんか自由奔放なギャルといった感じの女の子なんですね。こう戻し塚の中でね、やっと執筆活動に火がついたかなっていうタイミングなのに、彼女が来たことでちょっとこうかき乱されるわけですね。それでちょっとイライラしてくるわけなんです。でも同時にですね、自由奔放なジュリーを見て、また逆に創作意欲もこうかきたてられていくわけなんですね。で、サラはこう日だまりの中の気持ちのいいカフェがあるんですけど、はい、ここで息抜きをしにこう散歩できたりとかするんですね。で、そこの店員、このフランクっていう男性、はい、とちょっと仲良くなるわけなんです。はい、で、じゃあこの別荘に遊びにおいでということで彼が訪ねてくるわけですね。はい、で、そこでジュリーとも会うわけなんです。はい、ジュリーはね、
まあ、こういう、まあ、すごい綺麗な子ですしセクシーな感じの子なので、まあ、男はみんな自分の方に来るだろうって思ってるわけなんですけど、でもフランクはあのサラの方にどうも気があるようなんですよ。それでジュリがちょっと面白くないわけなんですね、はい、っていうこのちょっと三角関係がここで出来上がるんです。この後人が死にます。ネタバレになりますのであの全部は言えないんですけども、でそこからどんどんぐわーっとこうあの話は展開していくんですけども、あらすじはあのそんな感じです。ミステリーとサスペンスなのでもう種明かしになってしまうのでほとんどのことを喋れないのがもなんかもどかしいんですけど、あのとにかく言えるのはラストがすごいということですね、うん、本当にえ何それえどういうことどういうことっていう風にかなりびっくりします。私初めてこれ見た時鳥肌が立ちました。最後そのオチに、うん、ですぐに見返しました、うん、最初から最後まで、はい、あもう本当に多分見たかもし見る方まだ見てなくてこれから見たら絶対に最後えーってなると思います。どういうことどういうことって、うん、すごい面白いです。サナーズが自分で分かった時に結構鳥肌が立ちました。この種明かしは絶対言えないですけど、あのこの映画に仕掛けられた前編に仕掛けられたトリックですね、そのトリックにうっとりしてしまうような作品です。ジュディ・ヴィーヌ・サニエって言うんですけど、8人の女たちにも彼女は出てるんですけど、その時はまだ本当に少女というかまだ子供ぐらいの感じだったんですけど、いきなりこの作品でダーンってこの成長してあのすごい大人の女性っていう感じになって登場して結構びっくりしました。大成長をして大人の女性になったサニエの演技も見どころだと思います。はい、でそれに対してサラのなんかこう神経質そうなすごい細身でもうほんとバリバリの作家さんっていうこの対照的なこの2人をすごい上手に描いてますね。どういう気持ちでサラがこんな風にねこう見てるんだろうっていう、まあ、もうこの人表情でなんかこう感情を表現するんですよね。特にセリフを言わないで表情だけで表現するっていうのはすごいことだなっていう風に思います。どのフレームどのシーンをこう切り取ってもその人物と背景とかを全部含めた一フレームが本当に美しいんですよね。目気持ちいいっていうんですかね。私結構テレビをつけるのがあんまりこう好きじゃなくて、うるさいってすごい思っちゃうんですよね。もう何度もこうやって見てる作品っていうのは BGM 音楽だったら BGM にして何か作業をしたりするじゃないですか。それと同じように見る BGM みたいにこう画面にこう映し出して流し見っていうんですかね、何かをしながら見たりっていうこと結構多いですね、はい、贅沢な見方ですね。もういい映画って音楽も良かったりとかするのでなんかそういうのを流していることがまあ、よくあります。まあ、作った人から言ったらなんか怒られちゃいそうですけどなんかあるんですよね。そういう風に見れる映画とそういう風に見れない映画っていうのがあるんですね。音楽でもそうですよね。きっと BGM になれる音楽と BGM になれない音楽っていうのがあると思うんですけど、まあ、自分の音楽がどうだろうっていうのを時々思ったりもします。なんか面白いですよね。そういう意味では映画も音楽も、うん、サスペンスが苦手でも血みどろのとかそういうシーンは一切ないのでなんか本当に綺麗に進んでいくのでとても見やすいと思います。はい、本当におすすめの作品です。スイミングプールぜひ見てみてください。今日のヒロミズムービーセレクションのコーナーはスイミングプールをご紹介させていただきました。今日はマイシスターが遊びに来てくれました。ギュー姉です。妹です。普通に泊まりに来たんですけど3時、4時ぐらいかな寝たの。そうだね、4時だね。そう、面白いことを教えてくれたりとかしたのでそういうなんていうか陰謀論みたいな陰謀論よしっていうので、それ私のことじゃないでしょう。でもあ、違う、あなたのことではない。そのまま、私の YouTube に出てくれるということで、じゃあなんか一緒にやってみる。あまり出たがりじゃない。私は出たがりじゃないんだよね。そう、こういう引っ込みたい感じだった。そういう感じに見えたね。声もでかいのにさ。それはお姉ちゃんもそうだよね。出たがりじゃない、だったらステージに立つなって話なんですけどね。だいたい写真とかさ、ね、写真とか本当に向いてないよね。
逆に本当そうだよ、思うよね。大丈夫それ。でも何をここでやろうかって話をしたら、やっぱ歌おうっていうことが一番楽しいよねって話をして、何やるってなって、9月13日にあった20周年のライブに出てもらったんですけれど、貪欲ライブ、それの時とか結構一緒にね、その時も歌ったしラジオでも歌ったし、そうだね、うん、うん、なんとか、ね、We can go anywhere ね、あ、一緒に作ったし、そこなんですね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 、ここで試行錯誤しながらこれからトライしてみようと思います。キュー、弾くの、
ニーキャンゴメニューや聞いていただきました。貪欲ライブの映像があるんでしょ。キンキンなんですけれども、うん、11月の30日に、CS テレ朝で夜の9時から放送されます。今日ね一緒に We Can Go Anywhere 歌ったのがちゃんと歌って演奏されて聴けますもう今日頑張ったんだけどね。多分ね初めて見る人はちょっと曲がよくわからないなるのではないかなと。なんかもうフルで流れるでしょ。3時間ぐらい。3時間やるらしいです。ほぼほぼだからライブを感じられる、うん、全部流れるということなので、はいはい、皆さん楽しみに、11月30日の CS テレ朝で、はい、3時間夜9時から放送するそうなんでぜひ見てください。ちょっと痛くなった今また遊びに来てよ。おまた来る、ね、また来ます。じゃあお酒それでいいわ。今日はゆきが遊びに来てくれました。バイビー。バイバイ。ゆきでした。普段おかしくないそうだよね、そうだよね、なんか見えてるみたいな、なんか見えてるこっちもでしょ。至福タイムのコーナーということでコンビニのスイーツをご紹介したいと思います。こちら魔法のチョコパイリング、ローソンで見つけてきました。サクサクのパイ生地にチョコクリームをたっぷり詰めました。外はサクサク、中はチョコたっぷり、大人気の味を、お楽しみください。これ、ハートブレッドアンティークのマジカルチョコリングをアレンジして作られたものだそうです。有名なお店みたいですね。私はちょっとごめんなさい行ったことなくてあれなんですけど、なんかアンティークっぽい、こういうこのパッケージもね可愛いですよね。ちょうど魔法ののとこがこう刺しなんて見えないですけども、なんでこういうとこにこう貼っちゃうんですかね。これねデザイン台無しになっちゃう。こないだ世にも美味しいチョコ、なんだっけな、世にも美味しいチョコプティングだったかなを買って普通に食べちゃったんですよ。そしてそれがすごい美味しくて、至福タイムのコーナーでやりたいなって思ってたんですけど、それ以来ローソンに行っても見つからなくて、世にも美味しいチョコは同じくここのハートブレッドアンティークのものっぽいんですよね。ってことはもう絶対これもやるだろうって思って、はい、とてもねちょっと期待度が高いです。早速いただいてみようと思います。はい、じゃん、見た目こんな感じです。ドーナツみたい、でもパイなんですよね。食べてみよう。はい、いただきます。切れない、椅子下げる。サクサクの部分を大きいんですね。ではいただいてみようと思います。パイっていうよりスコーンかな。結構ね硬い。ちょっと手でいただこうと思います。私結構側が好きなタイプ。それにしても側が多い気がチョコにたどり着かない。外国のお菓子食べてるみたいな感じなのかな。なんだろうっていう感じですね。なんか知らない感じの味、なんかごっつい感じのパイ生地。もっと甘くていいと思うんですよね、チョコも。このごつい感じだったら意外にささやかだから味がちょっと分かりづらいのかな、まあ、言いたい放題ですけどね。でも申し訳ないですけど完食しました。手が大きすぎたのがあれだったかな。美味しかった方、世にも美味しいチョコプティングの方をもうちょっと頑張って探してこようと思います。今日の至福タイムのコーナー、ご紹介したコンビニスイーツは、魔法のチョコパイリング、ローソンで見つけてきました。ごちそうさまでした。アンケートの中から1曲歌わせていただこうかなと思います。
だいぶ時間が経ってしまったんですけど、アンガーでワンマンライブをやった時に書いていただいたアンケートにリクエストをしてもらっていたのがまだあってですね、酒井優太さんからの、リクエストです。未来と荒野の風たちをお願いしますってくださってます。ありがとうございます。今日は未来を歌わせていただこうかなと思います。この曲もう作って 4,5 年になると思うんですけど、作った時歌詞はもともと自分の中で大まかにはもうあったんですよ。で、曲どうしようかなって思ってる時にたまたま実家に遊びに行ってて、で、空いた時間にピアノを触りながら作った曲なんですよね。私が今住んでるところには生のピアノがないんですよ。これ電子ピアノもあるんですけど、でも実家には子供の頃からこう使っていたアップライトのピアノを今でも置いてくれているので、実家に帰るたびにこうちょこちょこ触ったりはしてるんですけど、たまに触りたくなるんですよね。実家のアップライトを弾きながらふわっとできたのが未来だったのを覚えています。じゃあ今日はそれを歌ってみようと思います。聴いてください。優しいあの人は私に未来を見せてくれた。それは雲一つないくっきりとした
それではお知らせです。12月の13日金曜日、グレープス北参道にてオープンが18時15分、スタートが19時、チケットが2800円、プラスワンドリンクとスナックがついて1000円ということです。私の出演は20時20分頃からを予定しています。そして12月の25日水曜日、新宿サクトにてひろみずワンマンライブを行います。クリスマススペシャルナイト、オープンが19時、スタートが19時半、前売りチケットが3000円の、当日3500円です。お時間合う方はぜひ予約していらしてください。ご予約はこちら、ソルトセブンソルトアットマークホットメールドットコムまでメールにていただくか、下の説明欄に私のホームページのリンク貼っておきますので、予約フォームからもご予約できます。たっぷりやろうと思っているので、ぜひお時間合う方は足を運んでください。ひろみずチャンネル、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ゆきと YouTube で一緒に遊ぶっていうのは初めてだったんですが、もう笑いすぎてちょっと疲れました。皆さんも一緒に楽しんでいてくれたらいいなと、とても思います。もう一度告知させていただきますね。9月の13日に行われた小柳ゆき20周年アニバーサリーライブ貪欲の模様が、3時間にわたってフルサイズで放送されます。あさって11月の30日 CS テレ朝にて夜9時から放送です。本当に素晴らしいライブでした。私もそこに立ち会わせてもらって本当にありがたかったなっていうふうに、思います。今日やった、We Can Go Anywhere と、あとですね、青空も、私も歌わせてもらっています。もしね CS 見れる環境であったら、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。そして YouTube チャンネルも あるそうなので、下の説明欄の方に、リンクを貼っておきます。ぜひそちらも見てみてください。さて、あと1日頑張れば週末ですね。年末できっとこう忙しい方も多いと思うんですが、頑張りすぎない程度に、とにかく体調を崩さないように気をつけてくださいね。次のひろみずチャンネルの更新予定日は12月の5日、同じく木曜日を予定しています。ぜひ楽しみにしていてください。最後まで今日もひろみずチャンネル付き合ってくれてありがとうございました。ひろみでした。またね。